バランスオブゲームは日本の競争馬である。中央競馬において GI 未勝利ながら GII 競争を6勝した。主戦騎手は田中勝春。1999年のセレクトセールで競馬ゲームダービースタリオンの開発者である園部博之によって競り合いの末870万円で落ち札された。競った相手と見られる人物は岡田茂之で、 そのべに売却交渉を持ちかけてきたという。2001年8月12日、新潟競馬の新馬戦でデビュー。一番人気に応えて勝利する。続く、新潟二歳ステークスを、レコードタイムを記録して優勝。二戦目にして、重賞初勝利となった。レース後、骨膜炎を発症していたことから休養が与えられた。休養後は12月の GI 朝日杯。 フューチュリティステークスに出走し、レース後再び休養を経て、翌2002年3月、サツキショートライアルの弥生賞に出走。同レースを逃げ切って優勝した。その後、GI のサツキショーと東京優春では、それぞれ8着、7着に敗れた。東京優春の後は、下季休養が与えられ、復帰戦となった、喫花ショートライアルのセントライト記念を優勝。続く、 菊花賞は5着に敗れ、この年の競争を終えた。2003年の初戦は、アメリカジョッキークラブカップの予定であったが、レースの数日前に顔面を負傷したため陣営は、出走を回避し、中山記念に出走。このレースで2着になったのを皮切りに、日経賞2着、金ャ地賞4着と、堅実な成績を収めた。宝塚記念で十一着に敗れて前半シーズンを、終え、 後半シーズンは毎日王冠から指導し、レコードタイムで優勝した。この頃から陣営はバランスオブゲーム2800メートルを超えるレースでは、爪が甘くなるという傾向を感じ取っており、次のレースには天皇賞ではなく、マイルチャンピオンシップが選ばれた。2004年の初戦には大阪杯が選ばれ、4着になった。レースぶりから、 前半シーズンの目標には1600メートルの安田記念が選ばれ3着に構想。8月には札幌記念に出走し2着になった。その後天皇賞マイルチャンピオンシップでは9着、8着に敗れ、この年は勝利を挙げることができないまま競争を終えた。2005年は初戦の中山記念で久々の勝利を飾る。この年は 他のレースでも構想はしたものの勝利を挙げることができなかった。2006年はフェブラリーステークスを目標に初めてのダート戦となるネギステークスに出走したが11着に敗れ計画は撤回された。次のレースには中山記念が選ばれ逃げ切って優勝。グレード制導入以後初の中山記念連覇を達成した。続く安田記念では17着に敗れたが 宝塚記念では得意の渋った馬場で逃げて三着に粘った。下記休養を挟み、秋章戦はオールカマーに出走。後位から抜け出して、日本記録となる GII 六勝目を挙げた。自走には15回目の GI 挑戦となる天皇賞が選ばれたが、レース直前の調教後に左前、浅く県不全断裂を発症競争能力を喪失し、競争馬を引退した。 引退後は、種ボバとなり、アロースタットで、つなぎようされる。2012年に種ボバを引退、トマコマイ氏のノーザンホースパークで乗馬となる。主な3区2004年放送のフジテレビ721ゲームセンター CX に、その部が出演した際、最多 GII 獲得馬になってほしいという夢を、語っており、その夢が実現された。GI 勝利こそないが、 GI で掲示板に乗った回数は6回あった。このように GI での勝利及び構想が多く、GI では今一つの成績であることから、GI i 番長と揶揄する競馬ファンもいる。田中勝春も2007年札幾章まで JRA の GI は100戦以上連敗していたため、境遇が似ていた。ありがとうございます。